ちゃこんにちは。はい、ゆたかさん。はい、ゆたかさん、これもうね、3年生を振り返るのコーナーなんですが、はい、そこね、猫ちゃんがお辞儀してますけど、そう、最終回ということでね、なんとね、突然訪れましたが、まあ2023年、レギュラーシーズンをずっと3連戦区切りで、はい、まあお伝えしてきたけども、うん、まあ今日、全日程がね、レギュラーシーズンの全日程が終了ということで、ね、終了ということで、一旦、まあ一旦この3連戦を振り返りは終了と。はい、2023年度のこのコーナーはこれが最終回ということで、で、クライマックスシリーズはね、うん、1試合1試合ごと、ね、お伝えしようと思ってるけども ね、その後また日本シリーズもありますのでね、はい、まだね、動画はあるんですけど、うん、この3連戦を振り返りは、一つの区切りということでね、はい、ということで、はい、今日は、1試合、はい、楽天対ロッテの試合がありました ね、はい、はい、今日も看板ちいちゃんね、はい、はい、よろしくよろしくお願いします、はい、ということで、そうそう、楽天がないからどうしたのかなと思って4位で落ちちゃったんだよね。そう、今何の馬かなと思ったら、楽天とロッテがね、そう、あと2位3位がね、まあいろいろ言いたいことは山ほどあるよ、あの試合で、うんうん、まあ、結果は、でも結果はね、5対0ということでロッテが勝ったという、まあ小島がね、はい、本当によくなって投げたよね、うんうんうん、まあいうことしかもう言わないけども、はい、まあその結果を受けて、順位も、はい、ソフトバンクが3位になり、ロッテが2位ということで、うん、もうここ 0.5 ゲーム差で3チームがひしめき合っていたのでね、はい、ちょっとどこが勝つかによって順位も変わってしまうような状況でしたが、もうみんな他力本願とかね、休んでる時は、うんうん、だからソフトバンクの方は、まあ、楽天を応援して、自分たちの本拠地である福岡で ね、2位で通過したかったんだろうなと思うけども、うん、まあ、ロッテが ね、ロッテはね、130試合、うん、2位をキープしてたわけだから、はいはい、まあ当然じゃ当然だけど、一番苦しかったのはやっぱロッテだったよ ね、うん、そうですね。でもその中でやっぱブルペン勢が一回効いたなっていうふうに思ったのは、なるほど、うん、みんなが頑張ってね、うん、でそれを援護するかのように打線が打って、うん、なんかそのそれから次の日はダメだったんだけど、それからなんか打線が上向きになったかなという感じがしたよね。うん、なるほど。で楽天はね、なぜ総動員しなかったのかなというピッチャーをね、これは最終戦の話ですか。最終戦の話ね、うんうんうん、総動員、松井を9回5対0の場面で投げさせても意味はないね、うん、だからその前にピンチの時に3点リードされてきたのは分かるけど、うん、それはしょうがないけども、うん、そこで止めるためには誰が必要だったかって言ったら松井しかいなかったと思うし、うん、あそこら辺で出せなかったのかなっていうふうに、何かあったんでしょうかね、うん、この試合で出さないかみたいな、ね、まあいうこともありながら、うん、まあシーズンが終了したというね、はい、で、まあ、セ・リーグの方は、うん、まあ、広島が勝たなきゃいけない試合を落として、うん、もう松見の辛さよみたいな感じで広島で待ってたんだけど、 DeNA があと1勝すれば2通過ということでね、外前にはなるんだけども、まあ4日か4日になるんだけども、DeNA が 1対0で負けたという ね、山崎伊織は10勝をかけての登板、うん、まあやっぱこう原監督が噂されていた辞任というね、まあそういうことも背景にあり、でチームが5割で追われる、まあ、いろんな意味があったと思うんだけども、まあ、DeNA はもう勝ったら本拠地でクライマックスシリーズができるというところで、まあ1対0で負けるというね、なんとも、うん、まあ勝負事だからね、それぞれの思いを持って戦っていくわけだけども、まあそこに負けたということでね、まあ広島が、まあでも広島もずっと2位をキープしてたしね、そうですね、だからやっぱりこう神様がいるのかなと思うよ。そういった意味ではやっぱこうなんていうのかな、その一つのシーズンの流れっていうか、うん、今まで来てた中で最後はやっぱりそういうふうに終わるっていうふうにね、落ち着くというね、セパともに ね、そうだね、最後大混戦でしたけど、うん、うん、まあ、本当に一試合の中でなんかすごいこうドラマがねあったというか、物語があったというか、でここの差っていうのはさ、一毛差だからね、勝率ですか、勝率が1毛差で3位、うん、もう同率ですね、ほぼ、まあ同率なんだけどでも収益に換算すると、まあ、10億ぐらいは違うよね、うん、そのぐらいの差が出るという、
誰もその一問をね計算はしていなかったので、ね、計算してなかったと思うけどもね。ねえ、ただやっぱ今年の3連戦を振り返って見てて、まあやっぱりこう当然阪神とオリックスの強さっていうのは素晴らしく際立ってたし、うん、こうなんかこう隙がないというかね、うんうんうん、なんかこう全然必死に戦ってないのに、うん、なんかじわ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 勝手に強くなっていったというお互い、うん、ねピッチャーが、まあ、両チームともいいわけだけども、なんか湧いて出てくるような、まあそんな感じがしたよね、うん、で広島千葉ロッテ、まあ苦しい時に共通してるのがさ、和があるよね。あ、まあ、広島はその新井監督はね、家族だとチームは、うん、だから和を持ってね、誰が4番打ってもいいじゃないか、うん、誰が1番打ってもいいじゃないか、誰がエースでもいいじゃないかって、うん、その時に勝たなきゃいけないベストを尽くすんだみたいな、うん、そういうことがあったよね広島はね。だから2位を取れたのかなという、うん、でロッテも昔からなんかチームの和というものは素晴らしく強くて、うん、であれあの吉井監督とね、うん、飛行機の中で偶然にも一緒になってね、うん、隣り合わせになってね、うん、で話をした時に、いやピッチャーはやっぱ正直言って苦しいですと、うん、で野手は戻ってきたらなんとかしてくれると思いますと、うん、でもこれもやってみなきゃわからないことだしって言いながら、やっぱブルペンデーをね、あの大事な時にやったという、うんうん、ね、沢村を先発に立てて、ね、もう1回で1回でみたいなね、つな、うん、いでいったのはやっぱりここもあの姿を見てるとピッチャーを中心にその試合はね、野手がなんかサポートしていったという、うんうん、なんか見事な輪があったなっていう、そんな感じがしたね、うんうん、で3位になった DeNA とソフトバンク、うん、これも似てるんだよ、うん、やっぱ牧と宮崎、うん、こっちは柳田と近藤、うんうん、これに頼る比重が大きすぎる。なるほど。もっと周りがやらなきゃいけないのに、うん、この比重が大きいためにやっぱ3位に甘んじたのかなっていう、うん、そんな感じがしてならないんだよね。なるほど。だから 両リーグを比べて順位を比べた時に1位、うん、2位、3位ね、なんか特徴的にはよく似てるなっていうね、そんな感じがしたね。なるほど。まあ DeNA は底力があるっていうふうに思ってたんだけどもね。ただ、はい、これはまた別動画でも撮ると思うけども、うん、じゃあこの広島対 DeNA、はい、千葉ロッテ対福岡ソフトバンク、このクライマックスシリーズの戦い方が、うん、ファーストステージね、ファーストステージ、うん、どうなっていくのか。いやーほんとね、うん、でまた少しちょっと空くので、まあ空くっつったって14日からだからね、うん、だけど特にセリーグなんて少し前に空いてるよな、もうな、うんうん、まあ社会人との練習試合をやったりだとかさ、うんうん、いろいろしてるし、まあ阪神の方はフェニックスリーグっつって ね宮崎の方に選手を送り込んだりとかもしてるし、うんうん、まあ、調整っていうのはそれぞれ各チーム違うとは思うけどもね、うん、まあ、だけどどういう風になっていくのか、数字を並べた時にそんなに変わらないんだよね。そうですね、うん、でロッテ対ソフトバンク、やっぱり千葉ロッテ、あのゾゾマリンでやる試合っていうのはやっぱ、まあ、やっぱ特別なものがあるよね、うんうん、こう地元の利を生かせるかどうか、まあそういったことも含めて、うん、ちょっと別動画にね、うん、撮っていきたいと思うけども、うん、そうね、これね、ほんとね、はい、この試合最後の最後までもつれたっていうのはもう一つ、うん、個人のタイトルもありましたもんね。あー個人パリーグの方はな、そうそうそう、ホームラン王3人出ちゃったよ。そうで、その3人のうちの2人が最終戦に出てるという状況なんで ね、もう近藤選手だけこうどうなるんだろうって見守りつつ、でも近藤も最終戦の最後の打席だよ ね打ったのが、ね、あれ狙って打ったと思うんだけども、うん、まあ見事に反対の方向に、うん、まあ、狙い撃ちしたしね、うん、でもまあ3人で取るというね、まあ、ホームラン王という数からすると、まあ、すごく低レベルというか低い数値になったけどもね、まあ、だけどその年のピッチャーのレベルであったりだとか、
そういうものがあるからね、まあ一概にはね、まあ一概にはね、ああ少ないなっていうだけで、まあそれをどうのこうのっていうつもりはないし、3名っていうのは、まあ3名っていうのは珍しい ね、珍しいし、うん、まあ最後までねタイトル争いが分からなかった、うん、で、まあ頓宮が逃げ切ったと、もう本当、ね、ドキドキだったでしょうね。トングよかったな、おめでとう、本当にね、本当におめでとうだし、うん、コンちゃんはね、移籍して、うん、すごいプレッシャーもあったと思うんだよ ね、まあ、その中でやっぱホームランを取り打点を取りみたいなね、うん、まあ、活躍ができたっていうのはなんかね、いやらしいバッターから本当に怖いバッターになったなっていうふうに今年は思ったしね、うん、もう三冠王が見えてましたもんね。そうそう、すごい、うん、本当にね、うん、おめでとう、本当にね、よかったなと思うしね。うん、でこっちの方はね、うん、まあ、村上がね、うん、まあ、新人王確定かなと思わせる防御率のタイトル取ったし、うんうん、ね、で、まあ、後ろのね岩崎、はい、ね、セーブを取ったし、うん、ね、で DeNA の方は、まあ、宮崎が首位打者、牧、うん、が打点を、うん、まあ、この2人で東のね、そうですね、最多勝とかね、いろいろあったけどもね、まあ、ここも山本がね、もう毎年のことなんか言わなくても分かると思うんだけどもね、うん、非常にいい、うん、まあ本当にいい、みんないいバランスだけどもね、いいバランスのチームだけども、ね、まあさね、これがもう十何ゲームずつ離れてるから1位と2位の間ですよね。さてこうなったらどうなるかというね、うん、やる意味があるのかっていう、まあそういうこともあるけども、阪神が多分嫌がってるのは多分ね DeNA のバウアーの動きだと思うよ。おお、バウアーね、あー、どうなんですかね、バウアー。もう投げれると思う、うん、もう投げれると思うし、まあ、万全でいけると思う ね、これは DeNA にとってはすごく、いや、プラスプラス、ね、うん、だから、まあ、初戦は東とか、あ、今永とか大貫がまた調子がいいから、うん、だから、まあ、やめた、何ですか、別動画で撮るから。そっかそっか、うん、まあだけど本当にね、なんていうのかな、こうやってよかったなと思うのは、うん、自分自身も野球を終えたし、うん、3連戦を振り返りね、うん、すごく勉強にもなったし、うん、まあ、しんどい時あったよ、やっぱり3連戦つってもさ、1試合、6試合、1日6試合、それが3日あるわけだから18試合、それを全部こう書きながら、こうちょっと見たりだとか、いろいろしながら映像見たりだとかしながらやったけど、まあ勉強にはなったけど、うん、やっぱ応援してくれてたね、ファンの方もいるしね、うん、この3連戦動画のね、ね、うん、だから本当に心強いコメントもいただき、うん、もう今日は砕けようかって言ったらね、看板やんちいちゃんがいや待ってる人いるから頑張ろうとか、うん、まあ、背中を押してくれた時もあったしね、うん、まあやっててよかったと思いますね。え、ゆかさん、ね、台湾アナログなんで全部手書きだからね。そうそうそう、これほど文字を書いたことはないでしょ、ね、最近。そうだな、ねえ、うん、もうこれ取っとけばよかったなって思うんですけど ね、まあ、ね、原稿をね、まあまあそうだね、うん、ね、いっぱい書きましたね。そうだね、はい、でもまあクライマックスシリーズで、うん、ファイナルステージ、うん、日本シリーズと、うん、また今度は切り取りで一試合一試合やっていくつもりなんで、うん、また応援してください。はい、ね、またね、どんなドラマが待っているんだろうっていうぐらい、うん、もうこのレギュラーシーズンすごい凄まじい戦いでしたね。そうだね、うん、はい、楽しみにしてください。はい、はい、待っててくださいよ。はい、はい。